刑事の時ありましたけれども、おっしゃったように孤立してるんですね。で、閉ざされた核家族の中で、あの救いを求めることができないので、目の前のそういう一番弱いところに当たることが実質で、もう言いたくないけど、一種のいじめの快感があるんですよね。ですから、そこを連鎖を断ち切らないと、大体あの暴力の連鎖っていうのは、された側の何割かやってしまうんですね。だから、親を守ることは子供を守り、してその次の世代を守ることになるんですよね。小木さん、取材されてどんなことを感じましたか？はい、今孤立というワードもあったかと思うんですが、私も取材する中で共通点こちら、子育て、まあ、あの頼る人がいないという問題を強く感じました。で、具体的にどういう人たち子育て状態に陥っているのかといいますと、自分の親とそもそも疎遠、まあ、そもそも自分自身が虐待を受けていて今も疎遠だったり、まあ、死別している、もしくは遠方に住んでいて頼れない、で2つ目、まあ、夫が当てにならない、まあ、母親が子育てすべきだと思っている方やはり多いですし、まあ、千葉県の事件においては、まあ、DV ということがあったと、まあ、ワンオペ育児なんかもよく聞かれますけれど、身近な人を頼れないっていう伊藤さんの問題もあるんですよね。そうですよね。本当にこう、まあね、虐待をするからには理由があるわけですよね。そこをやっぱり共感してくれる人の存在っていうのが、やっぱり子育て一緒にやってってほしいのに、その人が当てにならないとどうにもやっぱり追い詰められてしまいますよね。すごく見えづらいのがこちら3つ目なんですけれども、はい、責任感がとても強い人、まあ、私が実際にあの取材した方なんですけれども、まあ、苦労してできたお子さんだったと、ですごい大事だと思うあまりに、こう完璧を求めすぎて、で自分の弱みを誰にも見せることができない、で、まあ、一見して外ではいいお母さんなんですけれども、実は本当は助けを必要としていると、まあ、そういう方で、あと相談窓口にいろんな理由で行きづらい、典型的なのがこちら公務員の方、やっぱり自分が働いている職場だということもあって行きにくいそうなんです。で、あと保育士の方、これも実際私聞いた話なんですけれども、やっぱり保育士だったら子育てできて当たり前だろうと思われてるんじゃないかという恐怖で相談に行けないと。完璧を求めすぎてっていうのは普通のお子さんの基準じゃなくて、ちょっと発達の遅れがある場合に余計それに対して腹出しがあるということが悪循環を生んでいる場合もあるんですね。ですから、そういう意味でいくと、その遅れをちゃんと受け入れるようなことも必要で、そこに対しての救済措置っていうのも必要だと思うんですよね。こう窓口があっても全てを解決するっていうのは、やはり小木さん難しいんですかね。そうですね、あの相談をして、まあ、救われた、解決できたというケースもあるんですけれども、実際取材をした中で、勇気を出して相談したのに解決できなかった、むしろ残念な経験をしたというようなあの方も多くてですね、実際に私が話を聞いたケースなんですが、まあ、相談に行きましたと。すると、お母さんがもっと頑張らないとと言われたと。ね、これ言ってしまいがちだと思うんですけど、私の時はこうだった。まあ、やっぱこれを言われてしまうと、これ以上何頑張らないといけないのか、励ますつもりがあってもそれが逆に追い込んでしまうっていう。そうですね、そこから先にもう相談はその人にはできないですよね。だからこういう相談員の方の正しい、なんていうかな、要請というか、そういうことというのも、まあ、いろんな事件を見ると足りてないなっていうのは非常に感じるんですよね。VTR の中でもありましたけど、じゃあ どうすればいいんでしょうね。まあ、私があの取材をした団体の方、3つのこちら大事なポイントを話していました。聞く、そして解決策を探す、付き添うと。まず聞くなんですけれども、頑張らないとじゃなくって、まず第一声はよく頑張ってるね、よく話してくれたね、そこから始めてまず話を全て聞くと。そうするとそれで解決するような話も実は多いと。それでも解決できない場合は解決策を探すと、まあ、専門的な知識が必要だったり制度を利用した方がいい場合は、まあ、どうすればいいのかを探して、でそれが3つ目の付き添うにつながるんですけれども、この窓口に行ったらいいよではなくって、一緒に行ってあげると、一緒に電話をする、一緒にウェブサイトを見てあげる、一緒に何かをしてあげるということが大事なんですね。高岡さん、いかがでしょうか。あのもう一回この字を私見ていただいて、私なら付き添うじゃなくて寄り添うと変えたいと思います。というのは、実は国も寄り添おうという動きがやっと出てきました。で、その暴力を振るう親御さんとある意味縁を切って、新しい親御さんを探せる年齢をね、15歳に上げたんです。つまり子供が自分で選びなさいと。もちろん問題たくさんありますよ、思春期の子ですから。しかし子供たちにも未来を選ばせる権利を与えたということ。でもそのためには
社会や国や周りの方々が寄り添わないと、うん、やっぱり機能しないだろうなと思います。はい、ここまで荻木記者でした。